復讐中途採用された会社に安田という年下の先輩がいるいわゆる典型的嫌なやつで元ドキュン詳細は長くなるので省くけど一言で言うと自尊心のみが異常に発達した子供俺は人と衝突するのが大嫌いなので」 年下の安田に対してもあまり強く出ず「大変ですね」といつも受け流していたところが安田はそれで味を占めたのか俺のことを「何を言っても許してくれるやつ」と勘違いし「佐藤は俺のおもちゃ」とか周囲に言いふらしてたらしい確か俺が入社して1年かそこらたった頃だったと思う 安田の身になぜかやたらと不幸が降りかかるようになった。何もない場所で転んで机の角で頭を切る。家の鍵や財布をなくす。彼女を父親に寝取られる。赤信号で停車中後ろからトラックに突っ込まれる。幸い大した怪我もなかったらしいが、と不運としか言いようがない感じ。 仕事でもミスを頻発し、上司には怒られ、同僚には罰が当たった、自業自得と冷めた目で見られ、なぜか俺は余計に嫌がらせされるようになった。ある日の仕事終わり、帰ろうとすると、突然安だから、次の日曜日ちょっと付き合い、予定開けろ、と言われた。行き先を聞いても、うるせえと一括され、 教ええてはもらえなかった。まあ特に予定もなかったししぶしぶ了承当日連れて行かれたのは地元のファミレスで「男神という女神屋さんと会う約束をしてるから同席してくれ」とのこと俺はそういう人は白装束と頭にろうそくの年齢不詳のばあさんってイメージがあったんだけど待ち合わせ場所に来たのは 20代後半くらいの普通のお兄さんお互い適当に自己紹介を終わらせた後小神さんは俺と安田を交互に見て「ああ」とつぶやくなり黙ってしまった安田は「これで大丈夫ですよねこいつですよね」とか意味不明なことをはめいてるし小神さんは小神さんでうーん。 みたいに難しい顔でうなるだけ。俺は黙っていちごパフェ食ってたんだけど、ひとしきりうなった後、大神さんが。もしかしてだけどさ、呪いの儀式みたいなことをやってたりする意味がわからないから順を置いて説明してくれと頼むとこういうことを言われた。半年くらい前から安田の夢の中に 俺が何度も登場していたらしい。別に出たからってどうするわけでもないんだけど、安田が夢の中で何をしても動じず、しかも暇しに表情がものすごい悪意のある笑顔に変わっていったらしい。最初は会社で俺に嫌がらせをすることで仕返ししてたんだけど、なぜかやればやるほど悪意ある笑顔はひどくなっていく。 最近は口角が耳くらいの高さまでつり上がり、非常に耳障りな笑い声でずっと笑っている、とのこと。その夢のせいで夜もちゃんと眠れず、何もかもがうまくいかなくなった、とのこと。もしかしたら、とその手の方面でいろいろ調べた結果、小亀さんにたどり着いて見てもらった結果、どうにも安田には俺の息量がついていた、ということらしい。 生きりよってのは立ちが悪く、本人が呪っているという自覚がない。もっともこれは、呪っている側の執着心が形になったものだから、執着心が移れれば、あとは勝手に消えていくはず。お払いすれば、時間はかかるが何とかなるということで、安田はここ最近、ずーっと日曜日に小神さんにお払いを頼んでいた。ただ、なぜかお払いすればするほど、 普通の疫病だったものが周囲の悪霊だの不幽霊だの吸い込んで徐々にパワーアップしていったらしい。小神さんは長年やってるけどどういう手順を踏んだらこうなるかわからない。普通はここまでならない。牛の国米100回やっても到達するかわからない。もう疫病というより独立した悪量みたいになってる。 正直、んなこと言われてもって感じでポカンとしてたんだけど、小神さんの話が終わると同時に安田に思いっきりどけずされた。頼む許してくれ俺が悪かった何でもするからもうやめてくれ昼も夜も影からお前の君悪い笑い声が聞こえてきて耐えられないお前に悪いことしてたと思う反省するから頼む マッピルマのファミレスでいきなり土下座されいきなりこんなことをわめかれて正直いい迷惑だよ。乗れってる本音に自覚がないんならどうしようもねえだろうと。俺牛の国回りなんてやったことないし。ただ安田の行動にイラついて安田の机にあったプリクラ剥がし休日を利用して心霊スポットの奥にある無縁仏の墓に貼り付けに行ったりその 墓の土と血を混ぜたものに安田の髪の毛を入れた人形を作ったり指切ったついでに血が止まるまで表面にベタベタ塗りつけて作った血の鉛筆でその人形に安田の名前を変えたりその人形を自殺の名所である崖からぶん投げてつば吐きかけたりえのきで人形を作って安田の名前を呼びながら少しずつ1週間かけて切り刻んだとかしただけ。 こんな適当な行為で他人が呪えるわけがない、ただの遊び。だから小神さんにも安田にも言わなかった。現在安田は一応会社にいる。ただ倉庫に行くよう言われると戻ってくるなり、影からお前がじっと見てたとかわめいたり、 俺が話しかけるだけで叫んだりと正直クビになるのも時間の問題じゃないかと思ってる以上です尾神さんのくだりはオカルト成分が強すぎて正直信じきれないが多分復讐したできたのかなって思ってます